中野にある土木技術会社が開発したゴルフ場の設計のためのシステムです。等高線と航空写真によって地形をすべてコンピュータにインプットすれば直ちに画面に設計図が出てきます。このシステムを使って月に200カ所近いコースのプランが量産されています。これはいい。だからこっちをこのノリをもう少し柔らかくして、やっぱ思い切ってその設計者の満足のいく、うん、これでいいんだというふうなところまでなんか持っていくような、そういう仕掛けができればいいなと、イメージとしてはずっと良くなりますね。自然の線の流れ、そうですね。兵庫県の淡路島、今ここでもゴルフ場の開発ラッシュが始まっています。淡路島リゾート構想は延長190キロに及ぶ海岸線を生かしてホテル、マリーナ、ゴルフ場などを整備する計画です。向こう10年間にこの一つの島に4000億円が投資されることになります。島のほぼ中央部、綱町の山あいにあるため池、その周りにゴルフ場建設の計画が進められ、地元はゴルフ会員権をめぐる問題で揺れています。この長谷川大池が築かれたのは江戸時代の中頃のことです。それ以来この池の水は地域の農業と人々の生活を支えてきました。貯水量6万トンのこの池は雨の少ない冬場でも周囲の山々から水が集まり、いつも豊かな水をたたえています。付近の農家はこの池の水を利用して稲を育て、カーネーションや菊の栽培などを営んでいます。ゴルフ場の計画が持ち上がってから、この地域の人たちの中にも先祖伝来の田畑や山林を手放す人が増えてきました。ゴルフできたわええっていうような若い人が多いんですな。で我々はもうゴルフよりこのあのお池を、あのお池とか田んぼを大事にしたい、まあ、そこに大群が年代の相違があるように見受けられます。このゴルフ場開発は地元の農協と西宮市の建設会社が共同で進めています。用地買収は農協が 100% 出資している不動産会社が当たっています。事務所も農協の建物の中にあります。買収の交渉は山林が坪当たり6500円、水田が1万3000円など地目ごとに一律の価格で進められています。しかし淡路島では土地の価格は上がり続けています。地権者の中にはまだまだ値上がりするのではという期待感が広がり、買収価格に不満の声が上がりました。あ、給水か。はあ、その人は早くないで。買収をスムーズに進めるために農協が中心になって考え出した手立てがゴルフ場の縁故会員権の利用でした。縁故会員権は将来値上がりが確実だと言われています。土地を売った人にはその縁故会員権が安く手に入るよう便宜を図ろうというのです。農協の組合長が自ら音頭を取って縁故会員権準備委員会を設立、取得し700万円の準備金を集めました。地権者が会員権を700万円で手に入れることができれば土地代の穴埋めになると考えたのです。それをぜひしてほしい。すでに地権者のおよそ半分にあたる73人が準備金を振り込んだといいます。
苦労するなと、うん、壺1万円やね8000円で売った土地が将来何千万もというようなねことになればね農家も大変なことですよね。その時にあとそれに変わるべきものがあればそれで農家もあよかったなと思っていくんじゃないかなということで、そういうことで話し合いをしてるわけです。企業から言いますとね大変な感謝っちゃいますか、うん、そういうことを一個一個回らずにね集団的にこう話をしていくからね、でしかもゴルフ場になる場所を全部一つに考え方にいてますからね。だから今回スムーズにねと用地が話し合いできたということは私ないと思うんですよ。日本全国どこいたってゴルフ場の予定地は広さ140ヘクタール地権者172人。農協はこの塩湖会員権を切り札に用地買収を進めてきました。これまでに買収の合意を取り付けた土地は開発面積のほぼ6割に達しています。いくらぐらいになるっていうことは全然お話しなかったんですか。将来それは全然ないです。もうこれはもう誰しもが先分からへんから、うん、想像ではもうみんないろいろ言ってますけどね、うん、どれぐらいっていう話、ね、いや想像はもうそらなあ想像やなもうそら金額は分からあの言わへんわな。その関係者の人は全然、うん、それはもう大体3倍ぐらいやろう思うわな。うん、3倍っていうと何分ぐらい聞いたの。まあ地権者700万やからね、うん、まあそのぐらいのもんやると思うわ。塩湖会員権の準備金を払っていたのは地権者だけではありませんでした。農協の保険に加入したり預金することを条件に地元の医師会や商工会などの有力者からも準備金を集めていたのです。その額は地権者より100万円高い800万円。こうしてこれまでにおよそ8億円が集められました。こうした開発企業や農協の進め方には農家の間からも不信感を持つ人が出始めています。みんな腹立てて、え、農協もう腹立てとってな人もおるし喜んではる人もおるで、やっぱり、うん、だから会員権を売り返したいうんじゃん、そこら辺をちょっと誤解のないように文面からもよくこう判断してもらってね。企業の担当者は集めたお金はあくまでも準備金であり塩湖会員権そのものの代金ではないと説明しています。そりゃ嫌やけど。いやいや、そりゃそうや。あ、訴えて。それはそうなんやけど、即やっぱり会員につながるからね。同じことなんやけど。それでまあ、いいように取ってもらったらね、もう元気戻ったらもう壺でしまおうと。そやからこれ預かっとってくれいうような話が出たんが、こういう結果になったそもそもの問題なんですよ。会員権でもいいんか言うのそもそもないな。何の相談もなしにできるしな、うんうん、今の場合は企業型いうかが都合のええメニューでどっとどっと進んでるいうかな、そういう感じがしてしょうがない、うんうん、それで、まあ、うちの親父も言うように、まあ、遅すぎたと遅いわーいうことやな、感じが悪いわーいうことやな、うんうんうん、ゴルフ場の開発企業は兵庫県西宮市にある建設会社です。塩湖会員権をいつどれだけ発行するのかはこの会社が決めることになります。準備会のですね、はい、預かり証なんですけども、はい、あれは即会員権に変わるんでしょうか。実はですね、私その農協さんが中心に終わりになっている準備会がですね、どういう人たちに、何人ぐらいお声かけておられるかということについては実は内容はさっぱりわからないんです。でただ先ほど申しましたように、我々も工事着手の前後にですね、そういう会員権を発行する際には私ども独自の審査基準というものは当然設けないといけませんので、その時に、
地元さんがまとめられた方たちの名簿をその時に拝見して、でその時に我々の基準に合うかどうかを再度協議させていただくというのはこういうことになるかと思いますね。じゃあ額についても今あの700万円で集められてるんですけども。あ、そうですか。それについても、ええ、じゃあそれが変わるものということではないわけですね。そうですね、ええ、分かりませんね。ゴルフ場予定地の中心にあるため池、このため池の水を利用している人の間には不安が広がっています。ゴルフ場で使われる農薬による汚染や水の量が減ることを心配しているのです。水の関係のない方がな、もう喜んで農場を手放す人だな。水の関係のない人、うん、その池よりも奥におる人な、うん、だから関係あれへんねん。もう池の水は下へ流れてくんねやからな。だから池より奥におる人だったらおそらく何時丈夫もあるやと思うけど、そういう人は関係ないもん。ゴルフ場 の水の汚染には関係ないもん。そういう人はもうこの際ここでいただいて結構ですというようなことで、それは喜んでおる方が多いかと思いますけどね。それを打ったがために自分の首を絞めるようになってましたろ、水が汚染しないと。そこらにそのないよね。ため池の水は昔から生活に欠かせないものとして大切に使われてきました。飲んだりするときは山の水を使うようにしてるんですけど、これからどうですかね。もしね山の方を開発されてこの山の水が飲めないとなったら、もうこう田舎にいてたらね、やっぱりこう山の水が飲めるというのが最大の魅力ですしね。300年の間、この地域の農業と人々の生活を守ってきたため池、そこに降って湧いたゴルフ場計画、その用地買収の背景には今や財テク商品とまで言われるゴルフ会員権の存在がありました。企業と農協は協力してゴルフ場の開発を推し進めています。農家はゴルフ会員権の値上がりを期待しながら田畑や山林を手放していきます。淡路島綱町のゴルフ場計画は今年度中に土地の買収を完了して3年後の平成5年オープンの予定です。とどまるところを知らないゴルフ場ブームといった感じになっていますが、その中で国が保有する森林、国有林にもこのゴルフ場開発の手が伸びております。これは国有林とリゾート構想地域がどう重なっているかを見てみたものです。この赤とピンクのところがリゾート構想地域、緑色が国有林ということで、かなりのところでこの2つが重複していることがお分かりいただけると思います。この国有林をリゾート開発の対象にするという方針は、国有林を管理しております林野庁がヒューマングリーンプランという新しい事業計画で初めて打ち出したものです。リゾート法が制定されたのと同じ3年前のことです。今私が手元に持っておりますこのパンフレットはそのヒューマングリーンプランを紹介したものですけれども、中を見ますと民間活力を積極的に導入して、そしてスポーツ施設、ホテル、ペンション、さらに自然観察園といった総合的なリゾート施設を整備していこうということがうたわれております。そしてこのヒューマングリーンプランの大きな特徴はといいますと、
パブリックゴルフ場であることという宣言はついていますけれども、国有林の中で初めてこのゴルフ場の開発を認めたという点になります。見事な森林が広がる日光国立公園、ここは栃木県の日光那須リゾートライン構想に指定されています。その重点整備地区の半分が国有林です。このダムの上の国有林にヒューマングリーンプランに基づくゴルフ場が建設されています。そのすべてが保安林です。用地がすべて保安林というゴルフ場は全国でもここが初めてです。保安林は水源を確保したり、土砂崩れや洪水などの災害を防ぐための森林です。この開発のために大規模な保安林指定の解除が行われました。慶長高原カントリークラブ、開発の主体は地元藤原町と東京の大手リベロッパーによる第三セクターです。総面積170ヘクタール、ゴルフコースに合わせる形で保安林が解除されています。保安林を切ってまでなぜゴルフ場を作る必要があるのでしょうか。実はその背景には2兆円にも上る林野財政の赤字解消の狙いもあるのです。国有林野を民間企業や第三セクターに提供して、その借地料で苦しい財政を改善しようというのです。このゴルフ場ができると年間4000万円から5000万円の借地料が林野庁に支払われます。植林してから5年から10年の木が次々と伐採されていきます。ゴルフ場予定地の周辺で建設されている谷止め用のダム、全部で6基作られています。これが保安林の代わりです。保安林を解除するためには普通その手続きに半年から1年はかかると言われています。ところがこのゴルフ場の場合、申請が出されてから3ヶ月足らずで解除が決まりました。しかもその時にはまだゴルフ場を作るのに必要な県との事前協議は終わっていませんでした。去年9月11日、起工式が行われました。環境アセスメントがまとめられる3ヶ月も前でした。この起工式には、第三セクターの関係者のほか、栃木県の幹部職員、地元営林局の局長も出席しました。ゴルフ場は異例の速さで着工にこぎつけたのです。このゴルフ場の開発には東京のあるコンサルタント会社が関わっていました。この会社が保安林の解除や環境アセスメントなどの必要書類の作成を一手に引き受けていました。この会社の役員の多くは林野庁や営林局の OB です。こうしたコンサルタントに頼めば、国有林野の開発や保安林解除の許認可の手続きはスムーズに進むというのが業界の常識だと言われています。規定なんていうのはこれ内部で決められたものですからですね、いわゆる通達で決められたものはその内部の人間の方が詳しいというようなこともございますからね。その森林のことは、まあ、私どもが長年経験をしていますのでね、
そういう意味合いにおいて、まあ、分かりが早いと申しますか、どなたがおやりになっても同じことではあると思うんですけどね。第三セクターに出資している東京の大手ディベロッパーは、今回のゴルフ場開発について一切の説明を避けています。さらにこのゴルフ場は途中で大きな計画変更が行われていることが分かりました。当初の計画案ではヒューマングリーンプランに基づいて森林浴などを楽しむ体験森林ゾーンとテニスや陸上競技を行う保養施設ゾーンがゴルフ場の周りに作られることになっていました。ところが去年初め、体験森林ゾーンの区域はゴルフ場の用地に吸収されなくなりました。なぜこのような変更が行われたのでしょうか。今年6月、林野庁は保安林の中にゴルフ場やスキー場を作る場合の基準を初めて明らかにしました。ゴルフ場の場合、残すべき森林の割合を 70% としています。1年前の計画変更は残すべき森林の割合を 70% にするためにゴルフ場の用地を広げたものとも受け取れます。当初計画されていた体験森林ゾーンは別のところに移され、面積も小さくなりました。このゴルフ場を整備をするがためにはですね、これは18ホールでございますんでね、でそれを確保するがためには今言いましたように、まあ森林率を 70% を目標にこう頭の中に置いていろいろ調整させてもらいましたから、それを確保するためにはですね、そのくらいのエリアを抱え込まないとできないというような結果としてなったわけですね。じゃあまあ数字合わせのためにということになるんですか。数字合わせと言われますとですね、結果としてそうなるんじゃないかとこう言われるかもしれませんが、まあ、言ってみますと体験ゾーンとの関連がもうありましてね、でそこで体験ゾーンをもう少し適地のところにということ等も含めながらやった結果でございますから、まあ結論的には結果論としては数字合わせとこう言われるのかもしれませんね。5月下旬、慶長高原のゴルフ場の予定地の近くで営林署の植樹祭が行われました。関係する自治体の代表、土木建築業者、リゾート開発のディベロッパーなどが出席していました。いくらか取ったのがいいかも。そうだね、桜はどうだかね。いや、桜はいくらか食ってやっぱり環境ありがら少し葉っぱ取った方がいいね。今年の植樹祭では林業のための杉、ヒノキといった木を植える代わりにモミジ、カエデ、桜などの観賞用の木が植えられました。山帽子、山桜、こぶし、こういった樹種を植えていくということで、国有林の中にゴルフ場の建設を初めて可能にしたヒューマングリーンプラン。林野庁は現在全国の150を超える地域でこのヒューマングリーンプランを計画しています。国民の余暇を拡大するということで、生産の場であります農地やあるいは森林の規制を緩和して、このように各地でリゾート開発が進められていっているわけですが、結果から見ますとゴルフ場が増え続けるということになっています。では地域の活性化を願う地方自治体が最も期待をしている経済への波及効果の方はどうなっているんでしょうか。リゾート法の指定承認第1号になりました三重県のサンベルトゾーン構想について検証してみました。
リゾート開発によってこの地域全体がどの程度潤うのか、三重県は全国で初めてリゾート開発の経済波及効果を試算しました。それによりますと、公共投資5016億円、民間投資3545億円の合わせて8561億円の投資、これに対して 1.85 倍の1兆5801億円に上る経済波及効果があると弾き出しました。私たちは3年目に入ったサンベルト構想の重点地区3カ所で民間投資が現実にどのように進められているのかを取材しました。古くからの観光地の鳥羽市です。ここでは予想を上回る投資が行われていました。当初見込まれていた7つの事業は承認から3年目を迎え順調に進んでいます。さらに3つのプロジェクトも新たに動き出しています。リゾート施設の建設ラッシュで最近は人手不足の声さえ聞かれるほどです。名古屋や大阪から2時間という地のりが企業にとって大きな魅力となっています。三重県が予測した鳥羽地区での民間投資は789億円でした。それが実際には1435億円のプロジェクトに膨れ上がっています。しかしリゾートブームに沸くのは大都市に近い地域だけです。鳥羽から南へ車で1時間の南西町では県の見込み通りには民間投資は進んでいません。県が見込んだ南西町の民間投資424億円はホテルやマリーナなどを作る4つの計画がその根拠になっています。しかし承認から3年目に入った今も完成はおろか着工した施設もありません。わしらは別に期待しとらんな、まあ、子供は太い出したるつもりでおるで。ああ、もともと、うん、もう私らもな、ホテルだったらもういいわな言うてさ、で働ける人らはさ働かしてもらえるしさ。三重県の構想では第三セクター方式でマリーナが建設される計画になっています。しかしその第三セクターに参加する自治体が県なのか南西町なのかさえはっきりしていません。そんなに進んでませんからね、うん、じゃあいつ頃私どもと、あるいはまた私どもも地元あるいは住民さんとまだ議論してませんからね。あくまでも地蔵と法の承認、またそれに基づく民間事業者の事業計画というものは上での話ですから。上っていうのは、基本構想策定者の三重県、うん、あるいはそれを承認した、うん、霞が関ですか、うん、そこのレベルでの動きですから。いやでも構想といってもですよ、その県の計画なんか見せてもらいますと、例えばそのプロジェクトごとの事業費がいくらであるとか、施設についてもテニスコートが何面あるとかね、そんなことまで事細かに書いてありますけど、これは一体どういうことなんですか。県はおそらく県の考えでその構想があると思います。でも目に見えるものが出来上がってくるのは私たち南西町ですからね。南西町がと言いますかね、地元が、三重県の最南端の美浜町、サンベルト構想に基づいて第三セクターがショッピングセンターを建設しました。総工費35億円、2年前のことです。ところが思うように観光客は訪れませんでした。経営は行き詰まり、28億円の負債を抱えることになってしまいました。第三セクターが作った再建案は美浜町がさらに12億円を持ち出すというものでした。人口およそ1万人の美浜町では町民1人当たりの負担が12万円という計算になります。県は補助
重点的にやろうっていうふうに言ってるんですけど。ああ、県の方は、うん、そうですか。その税金払うだけでも偉いもん。年金もろてまとまったな、3万も4万も年金もらうたんびに3万も4万も年金払う、あの税金払うの、それだけでも偉いのにやで、あのそれ以上ここの負担まで町民にかぶせるいうことが本当にあれ間違ってる思う。もう本当に潰れてもいい思うわ。第三セクターは赤字の原因となっていた直営店を閉鎖するなどして、それまで43人いた社員を3人にまで減らしました。ショッピングセンターに続いて計画していたリゾートホテルの建設は計画そのものが宙に浮いています。リゾート構想は本来過疎に苦しむ地域の活性化を狙ったものでしたが、三重県では逆に地域間格差を広げようとしています。千葉県外房の海岸線に立ち並ぶリゾートマンション、完成と同時に全て売り切れています。千葉県のリゾート構想の地域は17万8000ヘクタール、県全体のほぼ3分の1の面積に広がっています。11の地域が重点整備地区になり、民間企業を中心におよそ1兆円の資金が投入されようとしています。東京の設計事務所に勤める横山直弘さんは外房に家を買いました。地下鉄と JR の総武快速外房線を乗り継いで片道2時間半をかけて毎日通勤しています。この日会社を出たのは9時半過ぎ、外房線の最終列車に間に合うギリギリの時間です。横山さんは結婚して東京都内の公団住宅に住んでいました。何とかして庭のある一戸建ての住宅に住みたいというのが長年の夢でした。購入価格3600万円のうち3分の1は25年間のローンを組んで、横山さんはその夢を実現しました。駅からマイカーに乗り換え、家に着いたのは夜中の12時過ぎです。横山さんの家はリゾート地の一角にありました。あのもう12時過ぎてますけども、はい、これで明日の朝は何時に起きられるんですか？5時に起きませんと、私どもの資金とですね、まあ、収入を考えますと、土台東京の近郊の土地を購入して家を建てるなんていうのは土台無理なことでございますんで、まあ、できればその庭付きの家をですね、できる、まあ、最小限度の、まあ、資金ということですね、考えますとどうしても郊外から離れなきゃいけない。それも中途半端な離れ方じゃなく、もう本当にとことん離れないと購入することが困難だったということですね。横山さんの家は千葉県金融庁と大手不動産会社が共同で開発した分譲地の中にあります。300戸のうち3分の2は別荘として使い、残りは横山さんのように住宅として使っています。もともとここの開発はですね、別荘じゃないんですね、住宅地の開発で、まあ、あのこちらへ住んでいただくというのが一番の目的なんですから、なるべくあの働いて、今働いている人ですよね、そういう方に来ていただいてこちらに定住していただけるのが一番、町としてもいいですし、私どももそのものがよろしいわけなんですけどね。
千葉県では平成8年完成予定の東京湾横断道路をはじめ、首都圏中央連絡道路、東関東自動車道木更津線、立山線など都心と結ぶ道路が次々と計画されています。これらの幹線道路計画に多くのリゾート開発企業が注目しています。これは昭和60年からの首都圏の地価の上昇率の変化です。東京の上昇率は下がっていますが、房総半島は逆に高くなっています。特に開発ブームに沸くリゾート地の上昇率は去年軒並み 20% を超えました。房総半島南端の立山市、1兆円の房総リゾート開発構想のうちおよそ半分の4500億円がこの区域に投下されようとしています。坪15万円の別荘地がこの1年間で2倍の30万円になりました。島内坪1坪っていうかね、とても高い値段ですから、この辺に私らが考えればこの辺の35万とかね、そういう値段は高いです。はるかに高いと思いますけども、都内あたりの人はそう感じないんじゃないですか。今高速道路大体80キロで計算していっても1時間から1時間ちょっとぐらいで行っちゃうんじゃないですか、うん、十分通勤できますよね。通勤入れないと思いますよ、うん、そうするとこの辺 の, まあ、リゾート地も将来的にはこう、うん、東京の都民の宅地ということ。そうですね。だからまあこんなベッドタウンで十分じゃないですかね。首都圏で家を持てなくなったサラリーマンを対象に房総のリゾート地で宅地の開発が行われているのです。千葉県のリゾート開発の場合ですね、都民のための宅地の開発という側面が強いようにも思うんですけども、いかがでしょうか。これはもう人口分散の場合ですね、当然ですね、千葉県の場合のリゾートを考える場合には私はそのことが大事だと思う。それを計画的にするために新しい木更津市を作る、新しい君津市を作るとか、新しい阿波郡市を作る、阿波市を作るとか、そういうですねものをですね、私はね計画的にそう13なら13作って、3万人だと40万人計画的にこう人口が増える。そこに自然増で15万人増えた場合に、ようやく横須賀の現在の104万、千葉の87万ですか、85万、それと100万都市になるわけですから、そうすると横断道路を含めた三角三頂点のですねバランスシートが確立されて、そして横断道路にですね、道路のほかにですね鉄道も引くことによってですね、定住圏、そこからサラリーマンが快適な交通ができるようにする。一般のこうサラリーマンの方々がこうリゾートのすぐそばに、ニアサイドにっていうかな、近くのにですね、やっぱり住みながらリゾートの満足感を得ることができる、そういうね共存方程式っていうものがですね、やっぱり大事だと思っているんですけどね、いかがでしょうか。大手建設会社熊谷組が立山市で進めているリゾート開発の予定地です。現在土地の買収が進められており、すでに6割程度が確保されています。これは熊谷組が千葉県に提出した開発計画書です。投資額や収入見込みなどが具体的に示されています。このリゾート計画の大きな柱の一つは定住型リゾート。本来リゾートと定住は矛盾する言葉ですが、それを結びつけて宅地を売り出そうという戦略です。熊谷町、まあ、大きな企業だからさ、熊谷であれ大丈夫だよと、その方のも行政も主導していったから大丈夫だよ大丈夫だよでみんな売ってるわけだね。
渡辺さんももう熊谷組の方に売られたんですか？売ってない。うん、それはどうして売らないんですか？どうしてしたって、そんなに安く売れねえからね。いくらって言われてるんですか？単180万。単180万、うん、坪6000円ね。リゾート構想が承認される直前、立山市周辺は国土法の監視区域になりました。監視区域は土地の売買価格が高い場合には自治体が取引の中止を勧告できるという制度です。熊谷組の買収は国土法によって坪5000円から6000円という価格で進んでいます。熊谷組の開発予定地の登記簿、昭和48年の列島改造の最中、多くの企業が土地の買い占めに動き出していた頃、新日鉄系の不動産会社がまずこの土地の一部を買いました。そして地元の開発業者らの手を経て63年に別の会社に渡り、熊谷組によって開発されようとしています。開発予定地の中の赤く塗った部分が新日鉄系の会社が持っていた土地です。この会社は大きな資本力を背景にこの土地を13年間にわたって保有していました。黄色に塗った部分が熊谷組の開発のために買収された土地です。新日鉄系の会社が持っていた土地がベースになっています。列島改造の時に買収された企業の有給地が今リゾート用地として開発されようとしています。あの貝が入ってるんでしょそこに、はい、それから見るとね、吉田さんはおよそ300坪の農地を熊谷組の開発のために坪5000円で売りました。その1年前には吉田さんの隣の土地は地元の不動産業者が別荘地にするために坪1万円で買っています。値上がりを期待して1年待った末に吉田さんは半額の5000円で土地を手放しています。これが坪にして、坪にして5000円だけど、うちも地続きだから売ってくれして話し合い、さっきも1万ぐらいだよなと思っても、うん、でほら持ってた別にカニも今言った通り打ち渡っちゃったし、カニも大したことないからと思ってね、うんうん、でその時に1年前で1万円で安すぎると思ったのに、うん、なんで今回5000円で売られちゃったんですか？だからそれはリゾートがこの辺をみんな全部買っちゃったでしょ。ほんでこの高山っていうのが来てうちだけだよ、うん、リゾート開発地が国土法の監視区域に入ったために地権者の多くは相場よりも安く土地を手放しています。まあ、あまりにもこう開発企業にですね、あの有利な価格なんじゃないかっていう気がするんですけれども、ここの具体の例は申し上げにくいんですが、まあ、国土法上今の立山市はあの監視区域をかけておりまして、あの用途地域内は300平米以上ですし、リゾートの重点整備地区は500平米で、特定地域が1000平米以上と、こういうことになっておりますので、まあ、それの対象面積以上のものについて、まあ、届け出が出てくるわけで、それについて審査をして相当な価格内に収まっていれば、まあ、それで良しとすると、こういうことになります。ずっとこちらではあくまでも高すぎる場合の指導であって、そうです、安すぎるっていうような指導のあり方はありえない。それはありえないです、はい、まあ、あの買い手売り手いろいろ事情があるでしょうから、まあ、いろいろ値段の付き方もいろいろ出てくるんでしょうけど、国土法上はその著しく高いものだけを問題にすると、こういうことです。企業は国土法による安い価格で土地を買収し、その周辺部の土地は企業の大規模開発に刺激されて地価が上昇します。こうした地価の二重構造は開発が終わった後企業に含み資産をもたらします。熊谷組の開発計画書からその経営戦略を見ています。開発予定地の買収価格は坪5000円から6000円です。これに対してすでに分譲されている周辺の別荘地は坪30万円です。1年あたりの地価の上昇率を 10% とすると、開発が終了する5年後には熊谷組の土地は周辺と同じ坪45万円の価値を持つことになります。
開発終了後、土地の一部を別荘地として分譲。その総額は20億円と熊谷組は計算しています。さらにゴルフ会員権やリゾート会員権などを760億円で販売。売上総額は780億円になります。土地買収費や開発費610億円を引くと170億円が残ります。熊谷組が手にしたこの金のほとんどは税金を申告する必要のない会員からの預かり金です。それだけではありません。買収した土地のほとんどは熊谷組のものとして残り、その土地の含み資産はおよそ3500億円に上ると推計されます。横山さんは残業で東京のホテルに泊まることも少なくありません。一日往復5時間の通勤の疲れを癒し、家族水入らずで過ごせるのはたまの休日だけです。東京の近郊に家を持てないサラリーマンはマイホームの夢を遠くへ遠くへと求めています。その夢を取り込むようにして房総半島ではリゾートの名のもとに大企業の土地買収が進んでいるのです。山田さん、はい、どういうふうに思われますか。その何でしたっけ、リゾート法の目的は最初におっしゃったのは、地域振興と内需の拡大と、からよかなを拡大ということが3つあるわけですね。今の千葉県のケースなんか見てると、その3つとも全然関係なくて宅地開発そのものじゃないかって感じがしてきますよ ね。あれではね、よかとよかもう関係がないし、ましてや千葉県に暮らす人たち、あそこで、農民たちにとのこう幸福なんてことは縁もゆかりもない形でしかこの事業はされてないということ、全く別なこう何でしょう、別な論理でこの事業が進められているような気がしてしょうがないですけど、ね、経済の論理って言いますかね、まあ、そうですね。こうして見てきますと、リゾート開発をめぐる動きの、本質といいますか本当の姿が見えてきたような感じがします。つまり地方にとっては活性化を図るためにこのリゾート開発というものが、頼みの綱になっているわけですけれども、しかし実際はといいますと、その方は置き去りにされて、民活による内需拡大ということだけが、いわば極めて突出した形で、現れてきているという感じがします。沖縄では海に生きる人を海民中と言います。恩納村の海民中、付着新一さんは夕方漁に出ます。海に出ると恩納村の変わり果てた風景が目に飛び込んできます。リゾートホテル、プライベートビーチ、サンゴ礁の海は日に日に狭められています。20年以上も潜り漁を続けている付着さんには、どこにどんな魚が潜んでいるのか手に取るように分かっています。しかしこの海からいるはずの魚がめっきり姿を消してしまいました。
水中灯の青い光が見え隠れしています。この光が見えている間は漁がないのです。フチャクさんは自分の庭のような海底で魚影を求めてさまようことが多くなりました。獲物はハリセンボン、型は見事ですがせいぜい600円ぐらいにしかなりません。フチャクさんはこれまで一度も子供たちを漁に連れて出たことがありません。一度でも乗せてこの仕事を知り後を継ぎたいと言い出すのを恐れているのです。恩納村の海はこの3年で大きく変わりました。海岸線には6つのリゾートホテルが立ち並びました。今一番の問題は急激な水利用の増加に村の水道機能が追いつかなくなっていることです。ホテルなどのリゾート施設で使う水の量は恩納村全体の 80% に及んでいます。リゾートホテルから流れる排水は海底のパイプを通してサンゴ礁の中に捨てられています。一つのホテルが出す排水は夏のピーク時には1日700トンを超えます。赤土の流出も深刻です。相次ぐ土地改良やゴルフ場の造成によって一雨降ると大量の土がサンゴの海を赤く染めるのです。300、400、500、10、600。女漁協はリゾートホテルのすぐ隣にあります。近頃競りに並ぶトロ箱の数がめっきり減っています。水揚げは1年間で3割も落ちてしまいました。ウミンチュウたちはこれまで値段がつかなかったような魚まで持ち込むようになりました。女漁協ではリゾートホテルに対して漁業保証を要求しました。しかしホテル側は迷惑料を払うつもりはない、漁業振興のための協力金という名目にしたいと回答してきました。民中たちは自衛策として大型の船を購入し、サンゴ礁の外に出る漁に切り替えようとしています。一隻が1500万円から2000万円。しかし慣れない沖合の漁でこの借金を返していくのは大変です。結局リゾートホテルが回してくる釣り客のための遊漁船としてチャーターされることが多くなっています。この船で漁に出ても1日せいぜい5000円ぐらいの収入にしかなりません。ホテルのリゾート客を乗せれば1回で2万円から3万円が見込めます。船の持ち主木縄正秀さんは今年60歳、まだ1000万円ほどの借金があります。リゾートホテルが立ち並ぶ恩納村の海岸線のほぼ中央部、
ここに63ヘクタールという広大な土地があります。アメリカ海兵隊の女通信所、先月外務省は緊張緩和の中でこの通信基地が近い将来返還されると発表しました。この発表は地元の軍用地主たちに大きな波紋を投げかけています。女通信所の地主は現在380人います。この人たちが軍用地代として年間平均30万円を防衛施設長から受け取っています。わずかなサトウキビ畑で生計を立てる地主たちにとって軍用地から入るお金は馬鹿になりません。地主たちの中には必ずしも即時返還を歓迎しない人も出てきました。返還されるとですね、軍用地の地代が入らんなるでしょう。困りますよ。それを保証するまではね、人体はあるべきなんです。完全保証するまでは元の形に返してね、地主に返すまではこれは治療あるのが立ってまいります。そうしたらその間2か年から3か年からか分からんでしょ。その間はもう全然収入ないというわけでしょ。それが固定資産税は出るし、村県民税は出るし、いろいろのがすっぴを出て収入ないということになるわけですからね。前みたいにちゃんともう整理してくれるんじゃないですかな。そうしなくちゃあたほったらかしてそのままやっておいたんじゃ困るですもん。じゃあ変えて変化しない方がいいんですよ。そのままなら、そのままなら、はい、このくらいの治療でも取った方がいいですよ。でもないよりは地主たちの不安な心理にリゾート業者が入り込んできました。地主を個別に訪れて用地買収の交渉を行っているというのです。女村役場にもすでに5社が通信所の跡地をリゾート地として開発する計画を持ち込んでいます。基地の前に広がる海、リゾートにとって一等地というのはとりも直さず海民中たちにとっても一等地ということになります。浅瀬のこの海は台風の被害も少なく冬もしけることがないのでもずくの養殖場として最適です。今ついてるやつがですね、これはもう時期来たらこう切れていってしまいますからね。これ上げて網洗うわけですけど、これがついてるとなかなかこう落ちないわけですよね。魚がだんだん取れなくなっていく中で、ウミンチュウたちはモズクの養殖に大きな期待をかけています。今では女漁協の総水揚げ2億円のうち、実に7割をモズクが占めるようになっています。そのモズクの苗床を 100% この海で作っているのです。ここに大手ディベロッパーがマリーナの建設計画を練っているといいます。まあ、ここがある限りですね、ここで精一杯こうやっていこうと思ってますけどね。今後各方面でいろんなリゾートの話も聞きますね。非常に今危機感持ってるわけですよ。まあ国の政策はこう右行ったり左行ったりするもんですからね。今はこうリゾート法やいろんな方面でのあれでこうやっててですね、それがまあ先行き景気に左右されることですからね。そうなった場合に戻ってこれる場所があるかってことですね。今どんどん漁場をなくしてしまっていったらですね、
旦こうリゾートがおじゃんになった時にですね、ダメになった時に一体どこへ戻れるかってことですよ。漁民にとっての今職場なんですよね。観光が職場じゃないんですよ。7月1日、沖縄では本格的なリゾートシーズンに入ります。今日はプライベートビーチでリゾートホテル主催のハーリー競技大会が行われます。ハーリーというのはもともと豊漁と航海の安全を